します。鈴木先生。はい、はい。今ですね、はい。こんにちは、皆さん。私は今、21世紀の TRPG をやっています。はい、プレイヤーは鈴木太郎という50過ぎのおっさんですが、キャラクターはリアノンというとても美人のエルフのお姉さんです。今回、ローグのルックビのやる内山です。これはなかなかですね、驚きの技術でして、ちゃんと上を向くと若干上を向いて、あの笑顔を浮かぶと笑顔になるし、への字口になると彫り顔になるという、なかなか本当に読み込みがすごく。でさっきから鼻がなぜ緑色と、鼻にカビが生えてるとかひどいこと言われてますけど、これは目が覚めたらこのような呪いにかかってたらしくですね、この鼻の呪いと失われた記憶を取り戻すのが僕の旅の目的であるというのが一応前提条件で。はい、よろしくお願いします。改めてよろしいでしょうか。あ、動いてる動いてる。今日はミルキージェンティールというキャラクターをやらせていただきます。私の耳が遠いから私に喋らせるよって言って今日は運命の方を探して一生懸命頑張らせていただきますので、何卒よろしくお願いいたしますっていう感じの女の子で行こうかと思ってます。ちょっとなんか素敵な運命の人とかを今日のセッション中に見つけられるといいかなって。王子様でもお姫様でもおじい様でも私はもう一向に構いませんので頑張ります。よろしくお願いします。あ、皆さん、私がびっくりしてるのが見えますか。もう、IP 関係の進歩は早いですね。もうこうなると私みたいなロートルは昔有名な老将軍が言った言葉を言うしかないですね。老兵は死なず、ただ消え去るのみ。消えちゃダメですよ。これから始めるんで、これから始めるんでね。今回のこの企画 TRPG フェスティバル2017エキシビジョンセッション with フェイスリグ、これからフェイスリグというデジタルツールを使った一風変わった TRPG セッションの光景を皆さんに、お届けしたいと思います。遊ぶゲームのタイトルはパスファインダー RPG、 秋にアークライト様より日本版が発売予定となっております。プライオンでデメ13で合計17です。17で、あ、そうですね、これで撃墜されたらもう知らん。はい、当たりました。リピア攻撃いくぜ。じゃあそこに一言かけておきましょう。ルックにいる、やっちゃいなさい。おお、このターンの最後にですね、はい、後ろから新しい、物音が聞こえてきます。新しいモザイクの援軍が、なんだか可愛いのが。ただの鶏じゃないですか。ないかな、ないかな、この世界の記憶をね。あ、なるほど、K、うん、がつかない。実は異世界転生してるかもしれない。そうなんですかね。でもじゃあ何か違う資源をした方がいいかもしれませんね。何をするといいかな。やはり魔法って魔法の前も移動してからの。はい、できます。できます。じゃあ多分範囲に入んないんで、多分私の方が近づきますから大丈夫です。リアのどうしますか。はい。ターンの終了時。もうお腹いっぱいだよ。いきなりですね、壁がですね、大音量を上げて崩れます。その壁が崩れてきて、その奥からですね。大丈夫やったらじゃん。何よね。来たよ。ででん。ででん。ででで、でんですね。バカにしとんのか。ちょっと大きすぎへん。マジいい人たちだった。頑張ろう。バスファインダー協会。バスファインダー協会本当にいい人たち。リスペクトしてるっす。マジリスペクトです。100年前のこと一生懸命思い出して協会に貢献しますよ。それはじゃあ、その言葉を聞いてですね、我々と共にこの世界を旅しましょうと言ってですね、皆さんと熱い握手を交わします。はい、こうして彼らの旅はこれからも続くこととなる。その旅の出来事は別の話として機会があればまた。以上で、このシナリオを終了いたします。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。